ジャンバティスト・マリは、アルジェリア生まれのフランスの指揮者、チェリスト。パリ音楽院に学び、母国で、チェロ奏者として活躍した後、パリなどで、指揮活動をはじめ、パリ音楽院管弦楽団、パリ国立オペラ管弦楽団とも共演している。1962年から1972年まで、コンセル・ラムルーの常任指揮者を務めた。ラムルー在任中の1966年には、 モーリス・デルフレのミサ曲、組む指輪を初演している。しかし、マリーは自分の露出を好まなかった。伝えられるところによると彼は世間を常に恐れていたと言われている。したがって、マリーの主な業績は録音と関連がある。評論家は、マリーの指揮によるレオドリーブのバレエ、シルビアとコッペリアの録音について強調し、その解釈は優雅というより、 むしろ印象的だが、十分フランスの伝統の枠組みの中にある、と指摘する。1961年に、マリが、リオンのレーベルテパス、ハープと還元楽のための小協奏曲、バレーシダリーズと牧羊神の組曲は、この作曲家の作品への関心の復活に大きく、貢献したと考えられている。また、マリの録音の中には、リヒャルトワーグナーの、 ジークフリートボッカ、カール・マリア・フォン・ウェーバーの作品集、ヨハンネ・ネポムクフ・フンメルのトランペットとオーケストラのための競争曲などがある。日本では東京フィルハーモニー交響楽団、札幌交響楽団などに客演した。ありがとうございます。